銀行ですね。だから要するにゾンビというのは潰れかけてるのに潰れない、死ななきゃいけないのに死んでないというようなもののことをゾンビと国会ではよく言われます。で、2003年自民党の谷垣忠和君が5回連続で、過剰供給構造についてゾンビと表現してまして、一人で5回も言ったのは最多記録なのですが、ゾンビを生き返らせてみんなで足を引っ張って苦しんでいるような状況という、あのよくわからない、だいたいゾンビを生き返らせてというのがわかりません。谷垣君にはちょっとゾンビについて厳しく言わなくてはいけないと私は思っています。で、2010年あの民主党の政権下におきまして、ゾンビの大量発生が起こります。なぜか事業仕分けです。要するに潰しても潰しても蘇ってしまう公共事業、機能してないのに予算だけぶんどるような天下り団体、こういうものがあのゾンビというふうに言われまして、まあなんだあれ、事業仕分けの、まあ、蓮舫さんですね、蓮舫さんが3回、それから今は亡きみんなの党の柿沢さんが2回使っています。で、2011年からは、まあ、ゾンビというのはある特定の企業のことになります。お分かりの通り東電です。で、東電がもう本当にあの潰れるべきなのに国から金をぶんどり続けて生き延びるコーポレートオブザデッドという名誉ある地位を得ています。はい。で、まあこういうふうな、なんていうかな、ゾンビ化した企業という意味だけではなくて、ゾンビと本当にあの行政というものは近いところもありまして、あの例えば福島事故の時の行政対応として、原発が爆発した直後に政府は家に留まるようにと一回言って、その後になんか避難しろと、こう避難の手段もないのに言い出したり、急に言い出したりします。で、これはですね、ゾンビの前映画の名作であります古典のナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、元祖ゾンビ、こちらにおきましても、ゾンビが発生した時にアメリカ政府が同じような、一回家に留まれと言ったのに突然避難しろと言い出したりするんです。つまり日本でゾンビが大量発生した時にはあのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドと同じことになる、福島事故とも同じことになるというのがもう目に見えています。もう本当に早く対策をちゃんと立てないとまずいと本当に私は思ってるんですけども、そういうナイト・オブ・ザ・リビング・デッドなどのゾンビ映画というのは、まあ、国会でのゾンビ発言と同じようにですね、社会的な不安定が生じると大量発生してくるんですね。で、日本であれば、福島原発事故後に非常に増えました。それから本場アメリカでは、ずっとアメリカは戦争ばっかりやってますから、あの常にゾンビは大量発生というか、蘇生乱造の傾向にあるわけなんですけれども、ゾンビ映画発祥のモンスターです。モンスターというのはいろいろなところから発祥してくるもんで、文学小説であったりとか、民間伝承であったりとか、日本の幽霊なんかは歌舞伎とか落語とかね、そういうところから出てきてますけども、ゾンビは映画発祥なんで割と新しいです。で、これが、最初のゾンビ映画と言われているのが1932年、ホワイトゾンビ恐怖城という映画なんですけれども、これはですね、ゾンビもともとハイチのブードゥー教の、伝承です。で、死者をこう復活させて、魔術師が復活させて蘇らせて動かすという、これを映画化しまして、で、ホワイトゾンビだから普通はハイチなんで黒人の人がゾンビなのに、白人をゾンビ化するということが恐怖とされたわけです。で、ハイチという国ね、今ご存知というか、詳細がどうなってるのか結構みんなわからないと思うんですけれども、本当にずっと軍事政権が続いて、で、ね、大地震があって、でもうずっと崩壊したままで、もう誰も手が出せないような、なんかまさに国がゾンビになっているような状況ですけれども、本当にもともとここはフランスの、ね、植民地だったわけですが、1932年のホワイトゾンビの時点でも、ゾンビというのは植民地支配ということで、島に住んでいる白人の貴族マーダール・ジャンドルという、これを演じたのがベラルゴシです、吸血鬼俳優ですね。だから要するに、もう恐怖映画といえばということで、人材がなくっていうか、何でもベラルゴシでやってたわけなんですけれども、使い回しみたいな感じで、で、それがですね、サトウキビ工場で奴隷として死者を使うというのがホワイトゾンビの時の初期ゾンビだったわけですね。で、ロボットのように主人の魔力によって操られるものであったと。で、それをですね、後にナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの、ジョージ・エ・ロメロ監督という方が、ゾンビ映画を革新していくんですけども、この、ホワイトゾンビに関しては、ゾンビはもともとブルーカラーの労働者階級のモンスターであるというふうにロメロは言っています。で、このホワイトゾンビ以降ずっとゾンビ映画の中で作られていきますが、映画におけるゾンビというのはもう常に呪術で蘇って動かされる、ロボットのような奴隷の状態でした。で、こうした奴隷状態
態からゾンビを解放し世界中に蔓延させたのが1968年、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、ジョージ・ロメロ監督、つまりもうロメロ監督はゾンビ界におけるリンカーンであり、キング・ボクシーであり、マルコム・ X であり、はい、あのネルソン・マンデラと言ってもいい革命家なんです、ね、マルクスであり、チェ・ゲバラでもあるんです、この人は。で、ロメロ監督の記念すべき第一作、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、これが、1968年です。まさに黒人公民権運動の盛り上がりの中で生まれた映画です。で、ロメロ監督本人はイタリア系なんですけれども、地元のピッツバーグで、商業映画ではなく、教育映画とかを撮っていた仲間たちと一緒に作った自主映画の白黒映画。それがもう世界を変えまして、アメリカ国会図書館に永久保存されるということになっています。で、このロメロゾンビというのはこれまでのゾンビと何が一体違うのかというと、ロメロ自身はこの映画の時点ではゾンビだと思ってなかったらしいんですね。ゾンビというはちょっと違うと思って、吸血鬼的なもの、グール、食人鬼というふうに映画の中でも言っています。で、ゾンビとは一度死んだものが蘇って、記憶とか感情がないまま歩き回る死体という、定義なんですが、これに加えてロメロが作り出したのがゾンビは人間を食らう、そして噛まれたものがゾンビになり再び元の人間に戻らない、要するにパンデミック伝染性というものをゾンビにつけてきた。で、それが現在の、例えばフォックスでやってるウォーキングデッドとか、それに至るまでのもうゾンビというもののもうグローバルスタンダードになっていくわけなんですけれども、これが本当にだからゾンビの聖書ですね。はい。で、1968年以来50年近く、ゾンビ映画というのを作られています。本当に世界に何百何千本あります。で、今年それからゾンビ映画年代記という大きい本が出まして、私それ買ったんですけども、ゾンビ映画のこう全制作本数というのが載ってるかと思ったんですが、載ってませんでしたね。もう誰も把握できないぐらい多分あるんだと思います。キューバとかインドにもありますからね、ゾンビ映画で。基本的な構造は全部もうゾンビ映画1個しかないんです。死者が蘇って人間を襲ってそれが感染するので、コミュニティが、そのコミュニティというのが家族であったりカップルであったり、キャンプ場にいる若な若者であったり、全世界であったりという、その大きさは違うんですが、それが、崩壊の脅威にさらされるという、もうそれだけです。もうそれ以上でも以下でもゾンビ映画というのは一切ないんです。で、これがもう繰り返し繰り返し作られているというのはなぜかというと、もうロメロ自身も6本も作ってますから、要するに映画に描かれるゾンビ状況というものが、その時々の社会情勢であるとか、政治国際関係とかそういったものが反映できる、フランケンシュタインとか吸血鬼はそれがなかなかやりにくいわけですね。で、だからゾンビ映画だけがもう本当にゾンビのように不滅であり増え続けるというわけなんです。で、第1作ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、白黒映画です。これは1968年の黒人公民権運動が続き、同時にベトナム戦争が終結した年でもあります。で、要するにアメリカがその建国以来初めて唯一の敗戦をしまして、それから国内に心身に障害を負った帰還兵が溢れていた、そういう時代です。で、このロメロ監督の盟友でありゾンビのメイクを作り上げたメイクアップアーティストトム・サビーニさんもベトナム帰還兵でして、彼はゾンビにはベトナムで見てきたものを詰め込んだというふうに言っています。で、私たちこう戦争に反対するときにね、戦争は何も生み出さないと言いますが、戦争は少なくともゾンビは生むわけです。はい。で、このナイト・オブ・ザ・リビング・デッド以降のですね、ゾンビサーガ6本あるんですけれども、これについてロメロ監督自身がですね、町山智博さんという日本の映画評論家がいるんですが、その人の、インタビューで答えてるのが割と良くて、それをちょっと引用してお話していこうと思うんですけど、これはロメロ町山とかで検索すると見れます。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドに関しては、これは60年代カウンターカルチャーの革命が挫折したことへの苛立ちから作った。60年代若者たちがベトナム戦争に反対し、黒人たちが人種差別に反対して、アメリカのエスタブリッシュメントに対して反乱を起こしたが敗北してしまった。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのゾンビたちは破れ去った革命の亡霊なのであるというふうに語っています。で、このゾンビ、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、ゾンビにこう家が包囲されてしまうんですが、そこで一番頑張って最後まで戦う人は黒人男性です。で、この時、これはもう当時の映画では非常に衝撃的だったし、批判もありました。でも物語は非常に衝撃的な結末を最後に迎えるんですけれども、そのラストということがもう本当にそれがカウンターカルチャーの敗北というものを意味しているんだというふうに、思われます。で、それから10年後、
ドーン・オブ・ザ・デッド、まあ、いわゆるゾンビというタイトルで公開されまして、ここでゾンビという言葉を使うようになるんですけれども、まあイタリア の, あのダリオ・アルジェント監督、サスペリア作った人のが、まあ、お金を出すということになってメジャーで作った映画ですね。でもロメロ監督は前から自分の地元のピッツバーグのショッピングセンター、初めてショッピングセンターができた、それを見に行ったら、ああこれはまるでゾンビじゃないかと言ってショックを受けて作った映画なんですけれども、これであのショッピングセンターに集まるゾンビについては、彼らは消費社会の中で CM に洗脳されたアメリカ人みんなだ、彼らは何も考えず意味もなく毎週ショッピングモールに集まり必要もないものを買いまくる、いくら消費しても飽きることを知らない、我々はどんどん何も考えずに消費するだけのゾンビになっていくんだと、まあ、そういうふうな分析をしているし、もう本当にこの映画は怖くて、これ以来私はもう本当ショッピングセンターモールが怖いんですけれども、いや怖いですよね、あの、うん、エレベーターとか本当怖いですもんね。で、3作目1985年になって久しぶりに作られます、デイオブザレッド、まあ、あの狩猟の餌食ですね、はい、あ狩猟の餌食だ。でこれは、レーガン政権で右傾化するアメリカがモデルだとはっきり言っています、政府は軍事費を増大させ戦争を煽るが、その一方で経済は破綻しホームレスが爆発的に増加した、つまり今の日本でもこれは作れるっていうことなんですよ。でこの第3作目でも軍隊というものが映画の中でも大きく取り扱われまして、まあ、完全にロメロゾンビが、まあ、反政府ということをあのテーマにしている、まあ、反政府というか政府批判の映画になってくるわけですね。でもメジャーで撮れてると。でそれが出てくると同時にゾンビへのシンパシー、ゾンビの側に対するこうヒューマニズムのようなものが出てきて、人間の方が非人道的ではないかというふうな、ゾンビにこそ生きる権利があるのだというふうな、盗作が出てきます。でこのなんで1985年かというと、1985年、この直前の1983年、マイケル・ジャクソンスリラーなんです、この年が。で要するにゾンビがもうキングオブポップと一緒に踊ってしまう、まあ、コメディ映画というのはこれまでにもあったんですけれども、あのそういうふうにですね、まあ、ショッピングセンターゾンビであの批判した消費社会の側にゾンビがついに取り込まれてしまったことが、やはりロメロはあのちょっと、まあ、忸怩たるものがあったのではないかと思います。で、この町山智博さんのインタビューは2005年の4作目、ランド・オブ・ザ・デッドの時にあのインタビューされたものなんですけれども、ランド・オブ・ザ・デッド、あんまりこれ興行的には振るわなかったので ご存知ない方も多いかもしれませんが、ハリウッド映画でですね、あのドーン・オブ・ザ・デッド、あのショッピングセンターゾンビが、リメイクされた直後です。要するにあのリメイク映画はほとんどがクズなんですが、まあ、この映画は非常にクズな上にゾンビが走るという大変腹の立つことをやっていまして、ロメロ監督も非常にそこには怒っていますが、それでもちゃんとあの権利金だけはもらったので、そのお金であの新作を自分で作るということができまして、20年ぶりに映画ができました。でこのランド・オブ・ザ・デッド、ズバリテーマ格差社会です。この作品ではすでにあの全世界がゾンビに覆われてしまいまして、生き残った人間のうちにあのお金持ちの人だけが、人間の島アイランドという名前の巨大な、まあ、タワマンみたいなあの高層ビルに住んでるんです。でこれは要するに今のアメリカのゲーテッドシティですね。あの武装した警備員がもう高い塀に囲まれたところを守って、あのもう中の人間のセキュリティだけを保護するというような、それをもうはっきりモデルにしています。で貧乏な人はゾンビと戦うための兵士にされたりとか、あの要するにゾンビに殺される見せ物にされたりとかして、もう本当にで、あと外の危険地帯にほったらかされたりしているという、もうはっきり何を意味しているか分かるような感じで、これは 9.11 テロ後のアメリカであるというふうに言っています。であの機関銃を乗せたジープに乗った兵隊たちがゾンビの街をパトロールする場面は、誰が見てもイラクを、パトロールする米兵にしか見えない。で金持ちたちが暮らす高層ビルは世界貿易センターである。貧しい人々はブッシュの金持ち優遇政策と何年も続く不況で苦しむアメリカ労働者階級だというふうにも監督ははっきり言ってます。つまりゾンビは最初 の, あのホワイトゾンビのところのブルーカラーのモンスター、これに再び戻った。でもちろんロメロは当然これはピッツバーグで撮っています。もうピッツバーグ命です。でこのアイランドという高層ビルの支配者を演じたのがデニス・ホッパーなんですけれども、あのデニス・ホッパー結構いいイメージがあるかもしれません。あのイージーライダーとかね、本人がまあ役中でこうね、あのちょっとなんていうの、反体制的な俳優と思われがちですが、共和党員なんです。ブッシュ支持なんです、この人も。すごいんですよ。そうなんです、実はね。でもあの非常にプロだしユーモアのセンスがあるので、あのこの役はラムズフェルドのイメージであの演じてまして、あのこうちょっとヒステリックな調子で言ったりで、セリフの内容は
は俺に味方しないものは敵であるとか、テロリストには屈しないとか、もうブッシュの引用したようなブッシュ語録みたいなものをセリフにそのまま使ってやってます。で主人公はその警備兵なんですけども、主人公じゃない方のもう一人イタリア系のですね、ジョン・レグイザモという俳優さんなんですが、その人が、まあ、テロリストになっちゃう、もうこんな暮らしは嫌だと言って、でビルを爆破すると言って脅してくるんですけども、主人公はその元の同僚を、まあ、狩らなくてはいけない、テロリストと狩らなくてはいけない。で、彼主人公は独裁政権の言いなりにはなりたくないが、ビルが崩壊すれば普通の人も巻き込まれるから、テロリストと戦わなくてはならないと。これはつまりブッシュ政権とテロの板挟みになっている、仕方なく戦争に行って犠牲を出し続けるアメリカの兵隊そのものであるというふうにもう言っています。監督が自分でそういうふうに解釈してます。で、そのテロリストの方のイタリア系の人ですね、ジョン・レグイザも最後にですね、まあ、ゾンビに噛まれて、自分が噛まれてしまいまして、ゾンビ化しながらもその、まあ、ブッシュ的なデニス・ホッパーを倒すというラストなんですけれども、まあ、元々その以外のゾンビの人たち、まあ、元々外にいたゾンビ、本物っていうか最初からゾンビだった方の人たちもですね、この悪の根源であるアメリカではなくて、このアイランドというタワーにですね、どんどん攻めてくるんです。もうで、これまでこうただ歩いていただけではなくて、完全にこう武装化して、武装化というか意思のない死者ではなく、何か意思を持ったようにこの塔を攻撃してくる。で、実はこのロメロは主人公の兵隊の役を黒人俳優にやらせたかったらしいのですが、ヨーロッパでセールスするためにはデンゼル・ワシントン以外の黒人俳優が主演では無理と言われたらしく、まあ、要するにまたナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの時代にもう逆戻りしているんですが、じゃあ黒人俳優はゾンビに使おう、そしてゾンビをもう活躍させればいいじゃないかというふうに思います。で、ついにだから最初奴隷だったホワイトゾンビで奴隷だったゾンビがついにヒーローになっていくわけです。で、まあ、この後ですね、ロメロ監督は07年にダイアリー・オブ・ザ・デッド、09年にサバイバル・オブ・ザ・デッドという作品を作って世界と戦い続けていますし、まあ、現在のこの IS 状況におけるゾンビがぜひ私は見たいと思っているんですが、まあ、最後にゾンビ語録、ロメロ監督の語録から、ゾンビは進化する、なぜなら私のゾンビ映画は革命についての映画だからだというふうに言っています。もうマルクスでもゲバラでもありません、ゾンビ映画の第一人者ジョージ・A・ロメロ監督の言葉です。バンコクのゾンビども団結せよ、戦争やめてゾンビ映画見ようぜ。以上です、ありがとうございました。ゾンビ映画見たくなりましたね。俺一番初め見たのがほら、映画の優待券みたいなのをもらって行ったら、やったのは資料の餌食だったんですよ。結構ね、いい映画ですよね、資料の餌食ね。それこそ軍ですよね、軍とかね。でゾンビの方が実は まともなんじゃないかとか、人間の方が残酷じゃないかという、そういうようなのテーマでしたね。いいんですよね、すごいな。ね、そう。いいのかっていうね。そうです。そう。ね、そうなんですよ。ね、まあみんなゾンビ映画見た方がいいよ。なんか、でもそんなに6本も撮ってるんだ。その今も撮ってるわけですね。2009年以来撮ってる。2009、あ、そっか。なんかで金を稼いで。そっか、ロメロさん、68年なんだ、一番初め。それはすごいですね。そうっすか。それでは、行きますか。行きますか。はい、よろしく。